骨関節症と、股関節心損傷で関節の軟骨が完全に減ってしまって手術をするしか方法がないと言われたんですけども、バレエの先生の治るような見てると私も治るんじゃないかな、手術するのに自分の力で治るんじゃないかなという希望を持ちまして、今は杖がないと全く歩けない状態で、1年前までは歩けてたんですけども、両方とも両方とも悪くなってしまって、もう全く一切ほとんど家では寝たきりの状態なんです。そんな感じなわけです。ここまでどういう形ってわけ、そんなんで歩いてるわけ。主人が車で乗ってもらってここまでずっとここ歩いてる。胸骨の調整した後は岡山に行けるんですよね、だからやっぱり胸骨の調整って有効なんだなと思って、自分自身足がここまで上がった、少し上がったなって、もう上がらない状態。心骨は左、一方骨、右骨上、それでちょっと歩いてくれますね。変化があるかどうか。ラフです。杖なくても歩けます。今までだったら杖つかないと。違いますね。はい、全然違います。やれば効果が出るということですね。思います。ちょっと変化あるかなと思って、無理しないで、はい、なんかさっきよりも痛いです。じゃあ戻って座って、はい、言ってきますけど、はい、体に対する刺激は2割です。はい、効果は、はい、だから届かないんですよ。だからいろんな血を受けたって効果ないでしょ。だからどんな血を受けても解雇であろうが、どんなもんであろうが、どんなもんでも2割です。届かないんですよ。だから最近私はしないでしょ。ほとんどしないです。今はほとんどハーブでやってます。これは口ハーブ7届きますか。ハーブは1、2、3、4、5、6、7、8、9、9割から届きますよ。だから届かないと、脳に届かなければ効果出ないんであって、刺激は2割です。だからどんなにあたって、だからもう大したことないわけです。だから勉強して、自分で選ぶことができれば手が届かないわけだから、今やってみても手届かないからできないわけですよ。そうだったら勉強して自分で選んで自分で飲めばいいんだから、で効果が出るんで自分でできるんです。医療者は治すことだよ、お金だから治しちゃうと食っていけなくなっちゃうでしょ。だから治さないように引っ張ることを考えてるから、だから医療者じゃダメなんです。本当に脳の情報を読もうという気持ちがないとであれば家族か本人ですよ。家族が本人で、じゃあそれが読もうと勇気があるんだったら、じゃあ刺激は難しいですよ。じゃあ別の方法はないかと考えたのがハーブですよ。勉強すれば可能性はありますよ。だから人の役に立つことをしたい。